めちゃん始まりました。りなです。今日はマジックを練習してみたからちょっと見てくれへんって言ってドッキリを仕掛けたいと思います。今回は水と500円玉を用意してます。500円玉の上に水を置いて、水の中に500円がこう入るみたいなハンドパワーを使って覗いた時に水をビャッてやりたいと思います。今回のターゲットはみのりんとひよちゃんです。怒られないか不安です。みのりん、ひよちゃん、マジックを教えてもらって、うん、だから見てほしいなと思って。はい、いいですよ。水があります。そしてここに500円玉があります。500円玉をペットボトルの下に置きます。そしてタオルをかけます。リナがおまじないをかけたらハンドパワーで水の中に500円玉が入ります。え、やば、やばくない？はぁー、はぁ、入りました。わぁ、これで水の中に入ったの見て。え、入ってる？続いてみのりんに仕掛けたいと思います。みのちょっと来てで、それ見てほしくて、いくよ。ここに水があります。普通のペットボトルね。で、ここに500円玉があります。ペットボトルを置く。で、私がハンドパワーをかけるとペットボトルの中に500円が入ります。500円まだある？あるよ。あ、本当だ。穴も開いてないよ。開いてないね。開いてない。大丈夫。いきます。はあ、まだ入ってないから見れるよ今。はあ、は。入りました。入りました。本当だよ。マジだよ。絶対入ってないから。500円入ってますんで。どう？入ってんのかなこれ。見て。うわあ！マジで。マジでなんの。大成功。ちょっと今アイロンしたのに、怖もうやめてよ。こんな感じで今回ドッキリ大成功でした。というわけでチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。以上、しゃべちゃんでした。